バルアワ×モデルプレス特別企画、ガールズ2、ガールズガールズ2、は事情が正式表記、小川桜花、小川桜花20、モデルプレス編集部はこの度、都内某所で行われたファッション&音楽イベント楽天ガールズアワード2024スプリングサマー、5月3日開催アット国立代々木競技場第一体育館のフィッティングに潜入。今話題の出演者たちに、モデルプレス国民的推しランキングのスピンオフ企画として、春夏の注目アイテム、トップ3を聞いた。小川桜花、春夏の注目アイテム、トップ33位色物のバッグ特に赤です。ワインレッドっぽい強めの赤いバッグを持っている方をよく見かけるので、ポイントとして使うのがすごくおしゃれだなと思い、気になっています。まだ持っていないので今年の春夏アイテムとして購入したいと思います。いいスニーカーデザインのパンプス一足持っていますが、甘辛コーデやスポーツミックスコーデが今のトレンドなので、そのようなコーデの時に必須アイテムだと思います。1位レース今日も着用していますが、ショッピングをしていてもレースものに目が行ってしまいますし、何個も購入したくなります。涼しく見せるにはレースがとっておきかなと思います。モデルプレス国民的推しランキングとは SNS の総フォロワー数340万人超えのモデルプレスが、ウェブアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、モデルプレス内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには、2024ヒット予測、ヤマイクール恒例、今季最もハマっているドラマトップ10、筋肉イケメンランキングトップ20など、ガールズアワード 2024SS、テーマは、ときめきギャラクシートリップ。今回の、ガールズアワードは、年齢性別問わず個性を出したファッションを楽しめる現代を銀河、様々な星に例え、来場者に新しい自分を発見できるようなときめく宇宙の旅を楽しんでほしいという願いを込めた、ときめきギャラクシートリップがテーマ。みちょぱ、藤田ニコルをはじめ、斉藤飛鳥や鈴木愛理など多数のモデルや俳優、女優たちが最新の春夏ファッションを披露し、アーティストには乃木坂46のほか、NCT ウィッシュ、イリット、アイリットなど今年デビューを果たしたばかりのフレッシュな顔ぶれが揃う。MC は同イベントへの出演が14回目となる南海キャンディーズの山里亮太、3回目の出演となる森かすみに加え、あのが、ガールズアワード、初出演にしてゲスト MC を務める、